で、あとインステントリステなんですけど、まあ、皆さんよくご存知のようにインステントリステは、まあ、一番有名な分類としてはこのニービス・ゴンザルさんが提唱されているホモとレイヤーとヘテロかなと思います。まあ、その他の先生でもっと細かく分類されている方もいるとは思うんですが、まあ、臨床に用いる意味ではこの3つで十分かなと思います。あと、まあ、もう一つネオアセロスクレローシスというのをどういうふうに見るかということが一つ重要かなというふうに思っています。で、まずこのホモとレイヤーヘテロなんですけど、ホモともうそれ以外で分類してしまったらもうそれでも十分かなと。まあ、ホモの場合は血管平滑筋が主体の新生内膜の増殖ですので、やはり通常のバルーンとかよりもスコアリングバルーンを使った方がもしかしたら有利かもしれません。それに対してレイヤーとかヘテロというのは水成分が基本的に多いと思われるものですので、ノンコンプライアントバルーンとかでも十分このあたりが、まあ、コンプレッションされて開くことができると。まあ、おそらく拡張機序がこれらのホモとそれ以外では違うんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、このそこだけを見分ければ、まあ、そこに臨床には生かしていけるかなと。ただ中でも重要なのがこのネオアセロを疑う所見、まあ、これ見られたら分かるようにアテニエーションがきつくって、このステントのストラットが追えないぐらいのアテニエーション、もちろんこれが1断面ぐらいであれば注意はいらないかもしれないんですけど、これが長い断面で続く場合であればやはり広げた後にディスタルエンブリとか起こる可能性はあるかなというふうに思います。